どうも皆さんこんにちは、まことです。本日はですね、以前ツイッターで質問を募集したコンサートに欠かせない私の持ち物というね、質問たくさんの方から回答いただきましたので、そちら皆さんと共有していきたいと思います。双眼鏡、こちらね、どの席になるかわからないから双眼鏡が欠かせません。確かに結構ね、アリーナじゃなくスタンド席の方もいらっしゃるわけですね。で、毎回ちょうどね、入る時に、コンサート入る時にチケットでどこの席になるかっていうのが決まるので、まあ、実際ね、どこになるかっていうのも運任せなところもあるので、こちら確実に必要な一品ですね。タオル、お茶、日傘、夏会場まで行くとき、結構ね、夏熱中症とかなりやすいんで、もう少しでもね、日向を避ける、なるべく自分で影を作るという意味でも日傘が必要だと思います。お菓子、これ重要ですね。久々に会った人とか初めての人とコミュニケーション取れるっていうコミュニケーションツールでもあります。まあ、あとは美味しいしね、塩分補給、水分補給とかもできるか、糖分補給もね。ボールペン、こちら結構ね、いろいろメッセージ書いたりとか、その場でね、書いたりとかできるんで。あとペンライト、ペンライト、まあ重要ですね。まあライブ中ね、欠かせないものですから、確実にこれは皆さん持ってるものかな。あとファンサ、うちはファンサ欲しいって人ね、もうね、一生懸命1週間前2週間前とかからずっと作ってる、でがっつり完成した、もう力を込めてね、命も吹き込んだうちは、こちら欠かせないですよね。続きまして、携帯のバッテリーと線、こちらね、結構ね、現場に行くと、まあネット環境が悪い場合もあるんですけれども、基本は携帯でね、皆さん連絡を取り合うので、まあ電池食いますわ。だからこその充電と線が必要と。もうね、やっぱり帰るまでが、家に帰るまでがライブなんでね、なんとか行きと帰りまでで自分ここに生存してますよっていう連絡ができるツールをね、ぜひとも持っておきたいというところですね。銀手取れた時用に丸い入れ物、もしくは小さい袋、うん、結構銀手って、まあ、アリーナに近い方もそうですし、スタンドに近い、まあ、どこに飛んでくるか分からないですから、一番最後ね、パーンと噴射してきます。でそれ、まあね、場所によってはやっぱり取れない方もいますし、まあ、運よく取れたっていう方もいますけれども、さて保管保存、家まで持って帰るのどうしようってなると思うんですけども、それがね、やっぱり丸い入れ物、まあ汚れないため、破れないため、ちゃんと保管しておきたいっていうためにも、こちら重要ですよね。だからビニール袋でもいいでしょうし、ビニール、まあスーパーの袋とかもね、コンビニの袋とかでもいいかもしれません。あとはメガネケースとかね、あとはなんだ、いろんな丸いもの系かなに入れておくと自分自身も安心しますしね、うん。チケットホルダー、こちら大事ですね。かなりやはりね、結構緊張とか興奮してるからこそ落としてしまいがちなんですよね。だからこそチケットホルダーで、なるべく安心なところにね、自分の、まあ貴重品ではありますから、まあ金券と同じ感じですよ。でこれなくしたらやっぱ入れなくなっちゃうんで、なくさない方もやっぱりね、もしかしたらっていうところもあるので、まあぜひね、これも持ち歩いた方がいいのかなと、うん、この回答を見て思いました。愛、愛情ね、もう家族とか恋人に注ぐような愛情をぜひメンバーにも持っていくっていうね、まあそれ男女関係なく、こんな熱い語り口調で話してますけど、結構大事なことなんでね、これはね、愛は世界を救いますから、その場を、環境を楽しませるためにも、それは救うっていうことですよ。もう自分自身を救う、もうめっちゃ疲れた、昨日までのこの環境、学校、仕事、もう環境すべて、ああもうなくしたい、全部チャラにしたい、スッキリしたいっていう思いも、もう全部愛にポンって乗っけて、そのままドーンと持っていくわけですよ。それね、重要だと思うんで、うん。前回購入したバッグ、
まあそうですね、その時にバッグがもしないグッズに入ってないって場合もありますし、まあ基本やっぱりライブに持っていくっていうのはその以前のとかそのメンバーのグッズをなるべく持っていきたいっていう気持ちはありますから、やはりねそこは結構重要ですよね。普段自分で使ってるリュックとかではなくて、まあ、ちゃんとねそういうライブの時にしか持っていかない、持っていくことができないような、まあ気持ち的にもね持っていけないようなものをもうグッズとして全部持っていくと、ありのまま私はファンですよっていうのを伝えるためにもぜひとも必要なお品物だと思います。たくさんの回答ありがとうございました。皆さんのおかげでこうやってまた一つ動画ができました。ありがとうございます。やはりそうですね、双眼鏡、タオル、お菓子、うちわとかペンライト欠かせないものですよね。まあそれに加えて愛、もう気持ちの面、まあね実際見えるもの持ち物ですけれども見えない愛っていうものもしっかり見えるものとして持っていけるという回答、もうこれね僕も思いつかなかったので素晴らしい回答ありがとうございます。今回の動画に載せていない持ち物、欠かせないぞ、自分自身大切なものだっていうもの、皆さんありましたらぜひコメントお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思いましたらぜひいいねよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Instagram もやってますんでそちらもフォローよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、Have a good time!